ランチャオボンジュグーテンターよくそサラズルームへ。はい、今日もまたまたチームベルーガのみんなと一緒にベルーガの仙台から配信をお届けしていきたいと思います。どうも草壁真夏です。よろしくお願いします。さざなみとうこです。こちらは気持ちいい風に吹かれながら順調に旅を続けてます。須藤あしろです。よろしくお願いします。さてさてさて、今回は海に住んでるたくさんの生き物の中の深海生物にフォーカスを当てていきます。イエーイ。おすすめの生き物をバンバン紹介していっちゃうよ。はい、一つ提案。生き物の前に深海ってそもそも何なのか意外と知らない人が多いと思うんだよね。そこをまず紹介したいなって思うんだけど、深海は深海でしょうがよ、深い海のことでしょ。そうなんだけど、深海の特徴とか定義とかさ。あー、いいんじゃない。確かに深海って何って改めて言われるとうまく答えられないな。でしょでしょ。あ、うちの地元の近くの駿河湾は日本一深い海って言われてるってことなら知ってるけど。そうね、深海の定義、深海とは、深海、厳密なことは私もよくわからないんだけど、その辺の説明はあしろ、あんたに頼んだ。わかった。深海とは一般的には200メートルより深いゾーンの海を深海って呼ぶことが多い。もっと厳密な区切り方もあったりするみたいだけど。へー、なんで200メートルなんだろう。それはちょうどそのあたりが太陽の光が届くかどうかの境目だから。なるほど。200メートルより浅い海だと太陽の光が届くから植物プランクトンが光合成できる。逆に200メートルより深い海は光が届かないから途端に真っ暗闇になる。同じ海でも光が届くか届かないかで水圧、水温、明るさ、音の響き方などなど全く環境が変わってくる。さすがアシロだね、詳しい。ちなみに世界の海の8割から9割が深海って言われてる。じゃあ海のほとんどが深海ってことになるんだね。全然知らなかった。いやー、マジで勉強になるわ。私たちは今日もまた一つ豆知識が増えて賢くなりましたってことで、チームベルーガの深海生物の紹介お楽しみに。それではおすすめの深海生物を紹介していきます。まずはみんな大好きメンダコ。ヒレが羽みたいで体がポテーとしてて色も真っ赤で鼻があって、まさに深海のトップアイテム。超かわいい。超かわいいね。一家に一匹欲しくなる。でも味はそんなに美味しくないみたいだよ。漁師の父ちゃんからさ、漁をしてると網にメンダコがよく引っかかってくるんだけど、食べても美味しくないタコだからみんなポイポイ捨てちゃうって話聞いたことあるわ。そんなのね。まあ完璧じゃないところもメンダコの魅力よね。メンダコの体が赤い理由みんな知ってる？知らない知らない。体に流れてる血液の量が多いからとか？違う。赤い餌をたくさん食べるから体も赤くなっちゃうとか？それも違う。正解は深海で目立たないようにするため。目立たないように？どういうこと？トップアイドルなのに体が赤いと逆に目立っちゃうんじゃないの？水は赤色の光を吸収する性質があるから深海に赤い光は届かない。光が届かないということは反射がないから深海生物のほとんどは赤いものが見えない。つまり体が赤いことで目立たずにいられて海の中で敵から身を守りやすくすることができる。へえ、なるほど。深海は暗いし寒いし水圧も高いし過酷な環境だから
生きていくために環境に合わせた独特の進化を重ねている生き物が多いんだ。そっか、そんなに過酷なんだ。だったら浅瀬の海で暮らしたらいいのにね。それもなかなか難しくて、メンダコの場合は冷たい水温を好む傾向がある。だから例えば陸地での長期間の飼育に成功した例は今のところないし、やっぱり深海の環境に馴染んだ体の作りになっているってことなんだと思う。目立ちたくないって思ってる上にデリケートな作りで儚い命だなんて、トップアイドルの資質兼ね備えまくりじゃん。ますます惚れちゃう。深海生物といえば個性的なビジュアルの生き物が目白押し。というわけでこちらが大口ホシエゾ。わー、何この生き物、怖っ。何この口、大きすぎない？歯もめちゃくちゃ鋭いね。噛まれたら痛そう。ちょっとやめて、トーク。想像しただけで痛くなってきた。ちょろっと出来心で口の中に指を入れたその瞬間、指が噛みちぎられて血が吹き出して、あー、本当にやめて、トーク。だったきた。ザ・深海魚って感じだよね。これは顎の作りはどうなってるの？スケスケだけど。これは獲物を食べるために口を開けた時に水の抵抗を受けて泳ぐスピードが落ちないようにするために下顎の膜をなくしてしまってるの。下顎がない？そう、小さな獲物はすり抜けてもいいから大きい獲物は確実に仕留めるっていう深海生物らしい潔い進化の仕方かな。食に対して貪欲すぎない？確かに、なんか生き物ってどこまでも合理的っていうか、こんな怖い見た目にもちゃんと理由があるんだね。そうだね、すっごく頼もしいね。あと大口ホシエソは目の下に発光器を持っていて赤い光を出すことができるっていうのが大きな特徴かな。ちょっと、深海では赤い色は見えないんじゃないの？そう、だから他の生き物には気づかれないまま赤い光で辺りを照らして獲物を捕まえることができる。なんか超凄腕のスナイパーみたいじゃん。かっこいい。なんでそんな便利な発光器を持ってるんだろう。大口ホシエソの体に含まれているクロロフィルっていう物質が関係しているみたい。深海生物の中で赤い光を発することができるのは唯一大口ホシエソだけなんだ。ジョリア！深海生物の中には食に対してめちゃくちゃ貪欲な生き物がおりまして、オニボウズギスっていう名前なんだけど。え、なになに、どんな生き物？なんとオニボウズギスは自分の体の何倍も大きく膨らむっていう特殊な胃袋を持ってるんです。胃袋が大きいのか。私イカ水なんだけどさ、いっぱい食べた後ってお腹パンパンに膨らむんだよね。ああいう感じかな。もっともっとです。19センチのオニボウズギスの体の中に86センチのサバが入ってた状態で見つかったこともあるんだって。19、80って自分の体の4倍以上じゃん。ちょっと食い地張りすぎじゃない？自分より大きい生き物を食べようなんて普通思わなくない？きっとそれも過酷な深海で生き抜くためなんじゃないかな。餌が少ない環境だからどんな獲物でも見つけたら食らいついて、逆に自分の体を膨らませてっていう風に体の作りが進化していったとか。そんな気がする。食いだめをしてるってことだね。でもね、獲物を食べても消化が追いつかなくて腐ってガスが発生して浅瀬に浮かんで死んじゃうこともあるんだって。嘘でしょ、おっちょこちょいすぎる。かわいそう。大きい胃袋があればじっくり獲物の栄養を取り込めるっていうメリットもありそうだと思ったけど、なかなか難しいね。いやー、めっちゃわかる
わ。うちもさ、スーパーとかでセールやってるって思って食材買い込んでさ、冷蔵庫にパンパンに詰めて、でも気づいたら、もやし腐らせちゃったとか、わあレタスの葉っぱ傷んでるとかやっちゃうもんな。鬼坊主ギスの胃袋とトーコンチの冷蔵庫の話は全然別の話な気がするけど。いやいや、栄養をいつ何時もバランスよく効率よく摂取するのは魚も人間も変わらず苦労するよねって話よ。あ、ねえねえ、鬼坊主ギスって食べると美味しいのかな？どんな味なんだろう？それがね、鬼坊主ギスを食べた人の報告はまだなくて、どんな味かわからないんだよね。あー、そっか、残念。ちょっと変わり種の深海生物の紹介いきます。こちら世界で最も醜い生き物コンテストで1位を取ったこともある入道カジカさんです。ちょっと何そのコンテスト、世界で最も醜いってめっちゃ失礼な話だね。じゃじゃーん。うわー、これは確かに、なんていうか、インパクトがすごいっていうか、ぶっさ、確かに、ちょっとおブスちゃんかもしれないけど、そこがいいっていうか、絶妙に可愛いんだよね。フレンチブルドッグに通じる可愛さがあるかもしれないね。なるほど、ブチャカワってやつね。っていうか、この鼻すご、これ、鼻じゃなくて、おでこらしいよ。そうなの？おでこが唇のあたりまで侵食している。なんかだんだん可愛く見えてきたかも。でしょでしょ。この何かにペシャンって押しつぶされましたって感じの顔、たまらないな。あんた地味にひどいこと言ってるわよ。そのペシャンコ感も深海生物の特徴の一つかな。どういうこと？深海は下に下がれば下がるほど水圧が上がっていく。だから入道カジカの体はそれに対抗するために大量の水分とゼラチンでできてるの。深海で暮らしているときは丸っこくて可愛らしい姿をしていられるけど、水から出すと水分とゼラチンたっぷりの体が重力に抗えずに表面がブヨブヨと垂れ下がってしまう。それでこんな姿に。かわいそうに。だからかわいそうなんかじゃないんだって。このブチャカワは入道カジカの立派な個性だもん。コンテストの1位を取っちゃうくらいだよ。何かの1番になれるってすごいことだよ。はあ、何かの1番って私取ったことないかもな。深海生物は変わった見た目の生き物が多いから、その中でも1位を取ったっていうのはすごいことかも。確かにそう言われると、なんかブチャカワ通り越して神々しい存在に見えてきたかも。何急に。今から深海のエイリアンって呼ばれてる生き物をお披露目させていただきたく、気持ちをしっかりエイリアンモードにしとこうと思って。はいはい。で、深海のエイリアンって何？深海のエイリアンとは大樽回しのことです。ほら見て、まず見た目がエイリアンそっくりじゃない？ほんとだ。頭の形とか足の形とか、まさにエイリアンって感じだね。こんな生き物も海に住んでるんだ。オオタルマワシはサルパっていうホヤの仲間みたいな生き物を見つけるとね、その体の中に入り込んで寄生しちゃうんだって。見た目だけじゃなくて中身もエイリアンみたいだね。でしょ。この習性はね、サルパの中で子育てをするためゆえにって言われてるんだって。サルパの内壁に卵を産みつけて、孵化した赤ちゃんはその家を食べながら成長する。親子代々どこまでもエイリアン的生き方をしてるんだな。ちなみにサルパに住み着いている姿が樽を回しているように見えることが大樽回しっていう名前の由来だそうです。なんか
ザ・和風って感じのネーミングセンスだね。エイリアンとの落差があるね。渋い。こちらチームベルーガ草壁真夏。ただいま水深400メートルから800メートルを下降中。あたりは真っ暗闇であります。どうぞ。こちらさざ波、視界良好、安全な潜水が遂行できており、前方注意、前方注意。暗闇の中に緑色の玉が2つ見えてきました。あれは何なんでしょうか。どうぞ。あれは玉ではありません。魚です。なんと体の約3分の1、頭の部分が透明に透けています。その中に緑色の玉が2つ。ということはきっとあれは目玉なのかもしれません。なんということでしょう。こんな魚が存在するなんて、これは大発見かもしれません。どうぞ。こちらスド、これはデメニギスという深海魚だと思われます。昔は頭の透明な部分が壊れ、緑色の目玉が飛び出ている状態のものしか見つかっていなかったために、目が体の外に飛び出ている魚と認識されていました。しかし2004年に生きている映像が撮影されてからは、その透けている頭部がまるで宇宙船のコックピットのようだと評判になっている模様です。どうぞ。わあ、今目が上から前の方にギョローって動かなかった。失礼。こちら新行寺、こちら新行寺。デメニギスの緑色の目ん玉の部分が上から前に動いたのを私新行寺発見いたしました。これは一体全体どういうことなんでしょうか。誰か教えて。どうぞ。きっと今デメニギスは獲物を捕らえていたのではないかと思われます。デメニギスの目は普段は上を向いていますが、獲物を見つけると目玉を前の方に回転させ、しっかりと獲物を視界に入れながら確実に捕食をするそうです。また緑色の目は特殊なフィルターのような役割を担っていて、視界に映る獲物の影と太陽の光の影などをしっかりと見分ける機能があると考えられています。どうぞ。深海の生き物ならではという体の作りをしていますね。どうぞ。視力がめちゃくちゃいいデメニギス、眼福です。どうぞ。ちなみに無人潜水艇を使って深海を2万7600時間も撮影した中で、デメニギスに遭遇できたのはたったの9回というデータがあるそうです。どうぞ。それだけ貴重な生き物との出会いが不意に訪れる、これはまさに深海の冒険の醍醐味ってやつですね。ちょっとデメニギスの目がまた前を向いていない。どうぞ。前を向いて私たちの方に向かってきてますね。どうぞ。おそらくデメニギスが私たちを獲物と認識したようです。どうぞ。緊急事態、緊急事態。チームベルーガ全速力で方向転換の必要あり。デメニギスに捕まらないよう急いで逃げるぞ。了解。ただいまお届けしましたのはフィクションです。実際のデメニギスの大きさは10センチから15センチ。潜水艇が捕まっちゃうことはないから安心して。はーい、今から私とある深海生物のモノマネをします。真夏がモノマネ当てられるかな。結構わかりやすいやつだからすぐ当たっちゃうと思う。お手柔らかにお願いします。はーい、それでは行きます。あひひひひわーひょーわーわーはいはい。何今の。ちょっと全然わかんないんだけど。本当に魚の真似してる？してるしてる。あ、正確には魚じゃなくて深海生物のモノマネね。これがヒントっちゃヒントかな。じゃあもう一回いくよ。あへへへへ、ふほはーひょ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 。ねえ、マジで全然わかんないんだけど。毒キノコでも食べたみたいな笑い方するじゃん。笑ってる深海生物ってこと？全然わかんないよ。なんかお化けが笑ってるみたい。
お、惜しい、アシロ。正解は深海のお化けって言われてる大口ボヤのモノマネでした。すぐに当てられちゃうかなって思ってたんだけど。全然わからんわ。ねえ、大口ボヤっていうのはどんな生き物なの？ほら見て、これはホヤの一種なんだけど、大口を開けて笑ってるみたいでしょ。だから大口ボヤ。大口ボヤが集団でいると絶妙に不気味に見えるんだよね。それで深海のお化けってあだ名がついてるんだ。だからあんな変な笑い方してたのね。水深300メートルから1000メートルのあたりで暮らしていて、そういう深海住まいのホヤって珍しいみたい。なるほど。ホヤって言ったらさ、やっぱりお刺身だよね。わかる。ホヤとか赤貝とかホッキ貝とか、あの辺のラインナップ大好物だもん。あ、でもね、私たちが普段食べてるのは一般的なホヤで、大口ボヤは食用じゃないんだって。そもそもホヤは貝じゃないからね。え？ホヤは貝でも魚でもない動物に近い生き物なんだよ。貝は骨を持たない軟体動物、ホヤは骨を持つ脊椎動物。ただしその骨は成長するにつれて消えていく。骨があったという点では意外と人間に近い生き物とも言える。そうなんだ。そしたら案外ホヤにも感情があったりして。可能性は高くはないかもしれないけど、全くありえない話ではないかもね。みんな熱水噴出孔って知ってる？何それ、おすすめの温泉スポット的なやつ？え、違うでしょ。原子力なんちゃらのことじゃなくて？それを言うなら原子力発電所でしょ。それそれって全然関係ないし。はっていうか、やばい台風かなんかのことじゃない？確かにそれかも。昨日熱帯低気圧だったし。みんな、私そんなに突っ込めない。あのね、海底には地熱で熱された水が吹き出てくる大地の亀裂があるんだけど、それを熱水噴出孔って言うんだ。へー、やっぱ温泉みたいなもんじゃん。でも熱水噴出孔から出てくる水は温泉よりも全然熱くって、温度が400度になることもあるんだって。うわ、めちゃくちゃ熱いじゃん。この熱水にはいろんな化合物が含まれているから、それを食べてエネルギーにするためにあえて熱水噴出孔の周辺に集まる生き物がいる。その代表が湯の花ガニ。湯の花ガニ、体が白いカニもいるんだね。カニは赤ってイメージだったよ。湯の花ガニは体に色素がないから、仮に茹でたとしても色は白いままなんだ。おお。でもちょっと待って、400度もある場所でどうやって生きてるの？そんなとこにいて溶けちゃわないの？400度って言っても、熱水噴出孔から少し離れれば一気に水温は下がるの。だから彼らは絶妙な距離をちゃんと保ってる。なるほど、賢いね。でもおっちょこちょいな子もいるみたいで、うっかり近づきすぎちゃったのか、やけどを負った状態の湯の花ガニが発見されることもあるみたい。へえ、なんかかわいい。深海ってさ、めちゃくちゃ広いじゃない？しかも暗いわけでしょ？深海で暮らしてる生き物はさ、どうやって自分と同じ種類の生き物と出会ってるんだろうね。あ、それ私も気になってた。どこ？マイス着眼って。私たち人間だって運命の人と出会うのってなかなか難しいじゃない？私の周りもさ、出会いがない、いい出会いはどこだ、出会いをくれってしょっちゅうてんやわんやしてるわよ。それはサラの通ってる高校が女子校だからなんじゃ。きっと深海の世界は人間と同じように、いやもしくはそれ以上に運命の相手と出会える確率っていうのは奇跡オブ奇跡なんだと思うんだよね。そんな奇跡の出会いを無駄にしないために究極のヒモ生活を送っているというちょうちんあんこってのがいるんだわ。ヒモ生活？
どういうこと？じゃあまずサクッとちょうちんあんこうについての説明から。体にちょうちんみたいな長い光る背びれがついていて、大きな口が特徴の魚ね。背びれの先端のエスカっていう部分に光るバクテリアが住んでいるから発光するんだよね。あれね、冬のあんこう鍋ってあったまるよね。そうそう、そのあんこうで、私たちがちょうちんあんこうって聞いて思い浮かべる姿ってね、全部メスなのよ。オスはメスの10分の1くらいのサイズなんだって。え、めっちゃちっちゃい。ちょうちんあんこうのオスは発達した嗅覚を頼りにメスを探し出し、出会った瞬間にロックオン、なんと体に噛みついちゃうんです。すると噛みついた部分からだんだんオスの血管とメスの血管がつながり出す。そうしてオスの目や内臓など生きるのに必要ない器官は退化していき、逆に精巣は発達していき、繁殖のためだけの袋として最終的にメスの体の一部になってしまう。これぞ究極のヒモ生活。オスの体はなくなっちゃうってこと？まあそうね、メスと一体化しちゃうわけだから。なんか想像の斜め上を行く展開だ。私的にはなんかロマンチックだわって感じちゃうな。奇跡の出会いを逃さないぞっていう気概も感じるし、うん、体が一体化しちゃうっていうのはなんだか共依存しているカップルみたいで、ちょっと私は。でも深海生物らしい体の仕組みかもね。うん、私もなんかオスがかわいそうに思えちゃったや。子孫を残すために自分の体を差し出すって奉仕の精神強すぎない？いくら奇跡の出会いって言ってもさ、もうちょっとこうお互いのバランスみたいなのが取れてるカップルがありそうだな。あんたたちはまだまだ男と女の酸いも甘いも知るよしもないお年頃って感じだね。って、サラダって彼氏いたことないでしょうが。うるさい。時は平安、熊坂長藩なる一風変わった希代の大泥棒がいたという伝説がございます。熊坂長藩年7つ、叔父の馬をこっそり盗んで売りさばき、それがバレずに味を占め泥棒街道まっしぐら、後ろ指を刺されようともどこ吹く風、威風堂々熊坂長藩、自分の盗んだ品々を体に背負い込みひけらかす。オラが取ったお宝じゃ、こりゃ全部オラのもんじゃーい。そんな熊坂になぞらえて、深い深い海の底に住むとある巻貝が熊坂貝と名付けられたというではありませんか。熊坂熊坂熊坂貝。その巻貝は何故熊坂貝と呼ばれているのか、その秘密は熊坂貝の体にあり。わー、なんと熊坂貝は大泥棒熊坂と同じように落ちている貝や石を拾っては自分の殻に貼り付ける巻貝とのこと。自分で自分をデコレーション、さながらその様熊坂長藩。果たして謎めいた習性を持つ熊坂貝のその心とは。お嬢ちゃんたち見当つくかいね。寒いから、おしゃれしたいって貝も思ってるから、寂しがり屋の貝だから。はてさて、熊坂貝の心やいかに。その筋の研究者によると、カモフラージュするためという説、自らの殻を強化するためという説、泥に沈み込まないようにするためという説などなど、全く議論に決着がついていないそうでございます。熊坂熊坂熊坂貝。不思議なことに熊坂貝にも好みがあるようで、巻貝ばかりをくっつけるものもいれば、サメの歯やら空き缶のプルトップやら変わり種を集めているものもいる。私ども人間には計り知れない熊坂貝の心、意図奥深し。というわけで、そちらの皆さん、あなたはどう思います？熊坂貝の心、想像してみてくださいな。お後がよろしいようで。
た。裸イワシの唐揚げです。さざなみとうこ、腕によりをかけて作らせていただきました。うわぁ、美味しそう。しまっとしててかわいい。生姜醤油とポン酢とレモンも用意してあるからね。いただきます。美味しいでしょ。この裸イワシはね、世界の深海に250種類もいるメジャーな深海魚なんだ。昼間は深海に住んでいて、夜になると浅瀬に上がってきて獲物を食べる。毎日数百メートルの上下運動を繰り返しているんだよ。日周鉛直移動ってやつだね。日の光に合わせて移動するから、敵から身を隠しつつ食事が取れるっていうメリットがある。そうそう。あと、ハダカイワシは自分の体を光らせて、周りの明るさと同化して自分の影を目立たないようにして、敵に見つからないようにするってこともできるんだ。カウンターイルミネーションってやつだね。すごいハイテク。そうだね。まあ、移動してる間にやっぱり、どうしても他の生き物に食べられちゃったりするんだけどね。でもそうやって食物連鎖が起こることで、深海のミネラルを浅瀬に運んだり、逆に浅瀬の栄養を深海に運んだり、結果的にハダカイワシはめちゃくちゃナイスな働きをしてるんだよ。あ、それは良きこと良きこと。体がとってもデリケートだから、漁師の網に入ると鱗が擦れて剥がれ落ちて裸の状態になっちゃうんだよね。それがハダカイワシの名前の由来。高知県では、やけどって呼ばれたりもするって聞いたことあるよ。って、ちょっと待って、真夏、もう全部食べちゃったの？だって、美味しいんだもん。ちょっと、ハダカイワシの油には気をつけて。人間の胃袋では消化しきれないワックスエステルっていう成分が含まれてるから、食べ過ぎると大変なことになっちゃうんだよ。なに、どうなっちゃうの？それは、お腹からお尻のあたりが大変なことに。なんかお腹痛くなってきたかも。あれ、私もちょっとお腹が。私も、ごめん。裸イワシの唐揚げ作りすぎちゃったみたいだ。みんな急いでトイレに駆け込め。深海に潜む生きた化石といえば、やっぱりなんといってもシーラカンスですが、深海には他にも生きた化石って呼ばれてる生き物がいます。それがこちら、ヌタウナギです。おお、めっちゃ迫力あるウナギだね。ふっふっふ、この子はね、ウナギみたいに見えるし、名前にウナギってついてるけど、実はウナギじゃないんだ。え、どういうこと？ヌタウナギは無顎類っていう顎がない種類の生き物で、厳密に言うと魚類でもないんだって。2つの舌と4つの心臓があるけど、目や胃袋はないとも言われてる。すっごく不思議な体の作りをしてるんだ。生きた化石って呼ばれてるくらいだから、だいぶ昔から存在している生き物ってことになるのかな。うんうん、古生代のカンブリア紀、つまり約5億年前から存在していたんじゃないかって言われてるの。そりゃすごいね。なんかポテーっとしてて弱っちそうにも見えるけど、意外としぶといんだね。それが、そんなこともないのよ。ヌタウナギはね、敵に襲われると体の側面にある穴から繊維状のタンパク質を出すんだって。これが海水に反応すると1万倍の大きさに膨らんでゲル状になって、とんでもない量のヌタヌタが発生するんだよ。このヌタヌタには敵のエラを塞いで呼吸できなくしちゃうっていう役割があって、サメですらもこのヌタヌタを恐れてるって話だよ。はあ、すっごい。ヌタウナギのヌタヌタ、侮れないね。そうなんだよ。ヌタウナギの粘液の強度ってめちゃくちゃしっかりしてるんだって。だからそれを応用して新しい素材を開発できないかっていう研究も進んでるみたいなんだ。人間の生活にめっちゃ役立ってるじゃん。だね。
あと嗅覚が発達してるから大きな魚やクジラの死骸を素早く見つけて中身を食べ尽くすっていう習性もあるみたい。だから深海の掃除屋とも呼ばれてるんだって。人間にとっても深海の環境にとっても全方位で役立ちがちな生き物だね。情けは人のためならず。ヌタウナギめっちゃ徳を積んでるわ。本日ご紹介させていただきますのはオンデンザメとニシオンデンザメです。この2つのサメは親戚みたいなもんなんだけど、とある共通点があって、世界で一番丸々な生き物っていう特徴をそれぞれ持ってます。おー、じゃあ早速オンデンザメの紹介から参ります。オンデンザメは世界で一番泳ぐのが遅い生き物。その遅さなんと秒速25センチメートル。メートルじゃなくてセンチメートルだからね。1秒に25センチしか進まないわけですよ。人間の歩くスピードってどのくらいか知ってる？1秒で1歩としてだいたい1メートルくらいは歩いてる感じかな。そんな感じ。人間の平均的な歩行速度は秒速80センチって言われてるのよ。オンデンザメがいかにゆっくり泳いでいるかわかるでしょ？確かにめちゃくちゃマイペースなんだね。そしてニシオンデンザメは世界の脊椎動物の中で一番長生きしている生き物。どれくらい長生きしてると思う？100年、いや150年は言ってるのかな。それがね、なんとニシオンデンザメは400年も生きてるんだって。400年？すごい。江戸時代からずっと生きてるってことじゃん。そうだね。ニシオンデンザメもオンデンザメも餌が少ない環境の深海で生き抜くために代謝を抑えて過ごしてるってのがポイント。その結果泳ぐのが遅かったり長生きしたりっていう今の姿に進化したって考えられてるみたい。あえて省エネで生きてるってことか。なんかちょっとアシロみたいじゃない？どういうこと？一見静かに見えるけど実はめっちゃいろんなこと考えててしっかりしてるってとこがアシロっぽいなって思った。そうかな。真夏は真逆だよね。思い立ったら即行動タイプ。エネルギーの充電いつでも満タンですって感じ。私はそうかもね。ソロも私と同じでしょ？いやー、私はね、こう見えて意外と慎重派よ。ちゃんといろいろ考えた上で行動してますから。ちょっと意外だな。そう？オンデンザメはビオリミ的な捕食者って呼ばれてもいてね、餌が少ない環境だから口に入ったものはイカだろうがアザラシだろうが何でも食べちゃうんだって。だからビオリミ主義。ビオリミ主義の人は私たちの中にはいないかもね。ちょっと私は心当たりあるかもなーなんてとこがあったりもするんだけど。そんなことないでしょ。いつもいい意味で空気を読んでくれてるなーって思ってますよ。ま、深海生物にしても人間にしてもそれぞれにいろんな生き方があるってことだわね。私たちから真夏にプレゼントがあります。あ、なになに？とある深海生物の紹介をします。その名もリュウグウノツカイ。リュウグウノツカイ？リュウグウノツカイは世界で一番長い体を持つ甲殻魚類。薄い青色の線が並んだ銀色の体に鮮やかな赤色の背びれがついている。とても神秘的で美しい生き物なんだ。トカゲの尻尾みたいに自分の体の一部を切り落とす習性があって、その理由は敵に襲われた時に逃げるためとか、餌の少ない深海でエネルギー消費を抑えるためって言われてる。へえ。リュウグウノツカイの紹介が私へのプレゼントっていうのはどういう？あのね、リュウグウノツカイには伝説がたくさんあるんだよ。伝説？
大地震が起こる前に浅瀬に上がってくるから不吉の象徴だっていう話があったり、ビジュアルがリュウグウノツカイにそっくりな人魚伝説セイレーンのモデルになってるって話があったり、リュウグウノツカイが網にかかると豊漁のお印だって話があったり、リュウグウノツカイを食べると不老不死になるって話があったり、で、伝説多すぎない？伝説の生き物って言ったらやっぱり真夏が大好きなシーザウルスかなって思ったんだよね。リュウグウノツカイの存在が何かのヒントになるといいなって。ありがとう。一応確認だけど、リュウグウノツカイは本当に実在してる生き物なんだよね。もちろん数は多くないけど、リュウグウノツカイは実際に見つかっている生き物だよ。そっか、そんなにたくさん伝説を持ってる生き物が実在するんだったら、シーザウルスだってこの世のどこかにいるはずだって気持ちますます膨らんできたよ。みんなありがとう。よし、これからもチームベルーガの海の旅張り切っていくぞ。深海、そして海にはまだまだ未知の生き物がいるはず。どんな出会いが待っているのか楽しみ。みんなで力を合わせて頑張っていこうね。おー、はーい、というわけでチームベルーガでお送りしてまいりました深海の生き物紹介はこの辺でおしまいです。またね。またね。ではでは、財前アンニョン、バイバイ。